はい、クラファンクでーす。どうした？結構最近問い合わせがすごい増えてて、うん、毎回同じことは答えるのがちょっとめんどくさいんで、ある程度その共通で分かっていてもらった方がいいかなと思って。お勉強会だね。そうそう、よくある質問を先に、うん、答えとくから、答えとくから、うん、頼むわっていう。そう、配慮をお願いします、ね。ご配慮お願いします、ね。はい。え、何になってるんですか。あ、無比どっかあるよ。マジっすか。うん、なんでここでカットやねみたいな。このカットおかしいだろ。ちょっと待って。確かにこの下にあった。めちゃくちゃ痒いんすよ。一生懸命虫刺されの。あれ。はい。ちょっとじゃあ野田君。はい。お願いします。はい。アンプの修理に関する。アンプエフェクター系のちょっと修理。ああ、なるほど。よくある質問ね。はい。では一つ目、はい、音が出ません。修理代はいくらでしょう。アバウト。ざっくりしすぎてる。ざっくりすぎてるよ、ね。あれじゃない。はいっつったらもう音出るじゃん。いやもう、もう一回言ってもらっていい。音が出ません。はい、修理代はいくらでしょう。はい、それはね、わかりませんね。全く。せめて、うん、どう使っててどうやった時にどうなって音が出なくなったか。なるほど、うん、そういうなんかヒントもないか、うん、ないのに、うん、その問い合わせだけで分かるわけがない、うん、現物を見てみないと答えるの無理です、はいはいはい、そうですね、はい、まあとにかくヒントが欲しいよね。なんかそのまあそれ普通のことだよね、うん、でも結構多いんだよ。え、そうなんだ。いくらかかりますかみたいな。いや、ちょっとそれはわかんないっすねみたいな。はい、はい、オーバーホールはいくらかかりますか。同じ感じだね。そう、同じ感じなんだけど、うんうん、それもわからないんだよね。だからアンプによっても全然違うから、うん、例えば真空管アンプとかだってさ、うん、真空管1個で2500円とか3000円とかしちゃうから安くても、例えば 100W のアンプのパワー感だと、うん、それだけでも1万円以上になっちゃうのよ。ああ、なるほどね、うん、材料費 だけでも、うんうん、だから全然それを交換するかしないかによって もう全く、ああ、なるほどな、金額変わっちゃうから、だからあんまり正確にはもう全く答えられないっていう。あ、だからせめてどこが壊れてそうかとか把握できればね。うん。うん。まあ現物見ないと分かんないっすね。そうだね。ほぼ。うん、はい。見積もり代はかかりますか。見積もり代は、回路に関してはかかるんで、例えばこの外装を見て、なんか、あ、ジャックが壊れてるなぐらいだったら、うん、いくらぐらい直りますよって言えるんだけど、うん、結局なんか中開けなきゃいけない場合は見積もり代もらわないと作業の手間がかかっちゃうんで、結局だから手間賃かかっちゃうんだよな。そう、手間賃が時間がかかっちゃう、うん、結局そのよく言うけどリペアしてるお金、修理代金って、うん、ほとんどがその使ってる時間だよね。そう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 。で特にこの電子回路のことって、うん、その修理箇所を見つけるのがほぼほとんどの仕事だから、うん、交換することじゃなくて、そう、ギターの修理はさ、うん、作業が仕事って感じなんだけど、うんうん、とにかく見つけるまでが技術だから、うん、結局そのそれなりに見積もり代はかかっちゃう時間がかかるから、うんうん、見積もり代はかかるけども、まあ、修理すれば、そう、修理すれば、それは相殺されるようにしてるんで、うん、だからなんか結局修理しないでなんで見積もりで取るんだって言われても、そうなんですよ。まあ検査代、うん、なんかまあそうだよね。だから病院行ってレントゲン取って検査して病気は治ってないかもしれないけど、それでお金取られるんでしょ、ね、そうそうそう、そういう感じです。はいはい。リバーブは後付けできますか。リバーブね、結構みんなつけたがってて。あ、その真空カンプに。そうそう、例えばさっきのパッドワンとかも、うん、リバーブつけたいんですよ、そうかそうか、言われるんだけど、うん、
あの結構ハードル高いのよ。え、なんだからリバーブ用の回路を組み込んだり、うん、それ用の電源を用意したりとかしないといけないから、うん、まあだから本気出せば全然できるんだけど、うん、なんか簡単な感じで言ってくる人多いんだよね。なんかできるっしょぐらいの、あ、だってリバーブなんかメーカーでもさ、リバーブ付きでなんか同じ値段みたいなのあったりするじゃん、うんうん、そういうノリでなんか簡単にしてくるんだけど、うん、意外と大変なので、うん、まあ基本的には難しいですよって感じですかね。ああ、なるほど、うん、はい、はい、もう少し原油を増やしたいです。その結構多いんですよ。あ、でも基本的になんかエフェクターとかってなんか目いっぱい原油稼ぐ回路で作っちゃってあるから、うん、それ以上増やすのは結構難しかったりするんだよね。あ、デフォルトの設定がもうそれ、しかも100みたいな決まっちゃってるんだね、うん、結構難しいし、その結局原因をいじったことによって、うん、その音も結構変わってきちゃうから、うん、なんか結構安直にやるのは難しいかもしれない、ね、でも確かにさ、歪みを増してモディファイしてるエフェクターってあんまないよね。確かに、だからあんまできないんだから、うん、だから逆にクリッピングとかで、うん、タイプは変えられるけど、そう、歪みを増やしたりとかっていうのはできるかもしれないけど、歪みと原因って違うから、うん、結構安直に増やすのは結構難しい、うん、だから回路を増やせばできるけど、そうすると全くそのエフェクトと別物になっちゃう可能性が高いってことで、別物になっちゃうし、その回路を、ね、足すって結構、まあなんか、まあスペースがあるかとかにもよるしね。うん。まあ割と難しいです、ね。割と難しい。はい。はい。まるまるの音がするエフェクターを作ってください。これよ。これはね、やっぱりさ、あのいつかの回のさ、作っちゃったりしてるから。まあでもどがいこう見習わなきゃいけないだから。いや。だからとにかくハードル高いからね、うん、その誰々の音を作るって。そうだね、だまずピッキングから練習した方がいいからね。そうだね、どかよくあの時あれでしたね、なんかあのカメラさんの弾き方もまず弾き方を練習しないとダメですもんね。そうなんだよ。え、今までだって誰が多かったの、誰の音作ってる。そうまあでもイラプションとか作っちゃってるからね。だからあんまりその意図も簡単に作ってるように見えるけど、うん、結構難しいんですよっていう話よね、うんうん、このまあそのミュージシャンを研究しなきゃいけないからね。そうそうそう、で開発だからね、すげえ時間かかる、あんまり安直にはできないです。はいはい、はい、知り合いの作ったアンプエフェクターを修理してください。あ、来たね。あ、これ前も言ったよね。うん、まあ、結局人の手が入ってるやつ。そう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 。あ、でもこの前なんか質問があって、うん、あのなんだっけな、クルーズかなんかの、はいはいはい、エフェクター修理し、うん、なんか改造したいんですけどね、うんうん、質問来た後にあの回路図見せてもらえ、あ、回路図ありますかみたいな、うん、送ったら、あ、なんかさ動画で見たら人の作ったものは直さないんですねみたいなこと言われたんだけど、うんうん、いやメーカーのものはそう、素人の人がなんかむやみにいじったものとかは結構大変なんで、ちょっとそこはちょっとあの勘違いしない、そこは勘違いしないで、メーカーものは大丈夫です、うん、メーカーものは大丈夫です。人が勝手にやったやつね。そうです、人が、知り合いが作ったものとかは結構やっぱ人が作ったケンちゃんとかね。そうはかなりハードル高いというか、何が起きてるか分かんないだから、うん、まあ、大変であることということを分かった上だったら大丈夫です。そうしてもちゃんとよく見てくれたの動画ね、それでも、あ、すいませんでした、いや大丈夫ですよみたいな。結局修理するの、いや結局なんか、うん、やっぱり大丈夫ですとか。そうなんだ。はいはい、安くなりますか。いや安くなりますかってさ、うん、あのラーメン屋で言わないじゃん。
普通。ラーメン屋、ラーメン屋で、ラーメン屋でさ、塗られ出ちゃった。これ安くなんないのって言って麺頼まないでしょ。まあ、そうね。まあ、売り物とかだったらわかるけどさ、うん、技術料金を安くするってさ、うん、ちょっとなんか俺はなんかそれ違うなと思って。うち弟がさ、デザイナーなのよ。叩いてくる人は叩いてくるし、あ、まあね、だからなんか結構やっぱ簡単にできると思われてるのがやっぱりすごくうちのことなんですよ。そうだよね、言ってた。はい、いや、まだまだ、うん、いや、そう、100ワットの真空アンプとかさ、パーツ代とかで2万とかになっちゃったりとかして、うんうんうん、修理代会社は3万だって言うと、うん、なんか3万円うちが儲けてるみたいな感じがするんだけど、うん、パーツ代なんでこれ。他のメーカーの機材のスペックやサウンド、インプレッションを教えてください。あれだね、気に残ってたんですね。そうですね、知らんがな。知らんがなですよね。もうそれに対してもお金欲しいぐらいですよね。本当だよね、うん、だって結局あなたがこう今までこういろんなものを浪費して培ってきた、そういう、まあ、知識じゃないですか、うん、いや、しかもさ、そのうちと全く関係ないそうなんだよ、ね、ものの、これどうですか言われても、うん、いや、わかんないっすね、責任持てないんで、うん、って感じだから、うん、まあな、そうね、気軽に問い合わせできるようになっちゃってるからな、今っていろんなことを。まあね、だからなんか知恵袋とかで聞けばいいよね。知恵袋は答えたい人が集まってるからね、うん。それなんか他のギターユーチューバーの人もすごいなんか言ってたよ。あ、言ってた。よく言ってる。なんかその質問とかですごいなんかそのこのギターどうですかとか、このギターなんか価値ありますかとか聞いてくる人がいるんだけど、なんでそれを俺たちが答えたんだろうって。そうだね。うん。そこでそれでさ、簡単にさお金払えるシステムがあるといいよね。課金したら教えられるみたいな。だからライブでスパチャとかですよね。あ、スパチャで一回そういうのやろうか。ね。うん。おぉ、その質問はみたいなやつはなんかもう。もうそのスパチャでやるんだったら、なんかその、あの、おすすめ教えますみたいな。あそれいいかもしれないね。それ面白いかもしれないですね。まあでも情報ね。情報ですからね。まああの、自分ところのもの以外は基本的にあんま答えれないんで、普通に答えれないからそもそも。まあそうだね、うん。はい。次どうしましょう。表面実装の。あ、そうか。どういう質問にすればいいですか。あ、質問っていうか。え、そう、だから今のギターだとその表面実装って言って、うん、なんていうの、パーツがもうなかなか簡単に交換できないとか、何がついてるのか分かんないとか、あ、例えばなんかあの、レスポールの色が基板になってるみたいなやつとかってこと。ああ、まあそういう近い感じなんだけど、うん、その例えばもう回路ももう追っかけられないし、回路が表裏にプリントしてあって直すのがめちゃめちゃハードル高いんだよね。もうあれさ、この間さ、俺のパダワンがさ、パダワンってなんだ、スターウォーズっていうなんか弟子というか、あのさ、コイアファンクのさ、キャドかなんかでさ、3D でなんかキーホルダー作ってくれてたじゃんか。で、あいつは、倒産する前のギブソンのレスポールを買ったのよ。そうしたらなんかトグルスイッチが壊れて、うん、トグルスイッチのパーツがもう全部そのギブソン紙で直せないみたいな。ああ、その純正で直そうとしたらってこと。純正っていうか、もうだからあの普通のリペアショップに受けてくれないみたいな感じ。ええ、そうなの。そう。それでなんかあの、まあ代理店とか持ってったら送んなきゃいけないって言われて。うわ、めちゃめちゃ金かかるんじゃないそれ。まあ、それでも手先企業なんだけど、もともと家がその町工場みたいなとこだから、なんかそういうの作る、なんていうの、工具とかがあって、自分で直してた。だからもう、その時に、まあ、だから普通のシステムに変えちゃえばみたいな。ああ、そうだよ。側だけがあれなんだけど。それでなんか返すよ。結局なんか、あの、発売してもう間もなかったから、代理店も対応できなかったんだよ。そんなことあんだね。いや、あるんだって。えっと、ギブソンでって言ったら、うん、いや、本当ありえないっすわみたいな。でもな、嫌になっても自分で直しましたとかさ、もう基板だと、基板ごと変えるみたいなのがもう前提になっちゃってるから、うん、今のやつって、うん、だからなんかジャックが壊れたとか、
そういうなんか物理的なとこはいけるけど、うん、回路が壊れたってなっちゃうと結構もう追っかけるのがもう無理なやつが多いかな、うん、で結局そういう製品って安いから、うん、もうなんか修理あそうだね買っちゃった方が安くなっちゃう、買っちゃった方が安くなっちゃう、うん、まあつまんないけどね本当そういうのもお客さんですよね、モールドされてるやつは結構やっぱハードル高いんで、うん、もし修理するあの問い合わせの前に一回それを確認してもらった方がいいかもしれない、うん、まずヘドロスとかでもそんなに黒に出すのかね、えメーカーあるじゃん、あいやもうないんじゃないの、あんのかどうすんのかね、そのねモールド入っちゃってるやつね、いや終わり終わりそれでやっぱこれもなんか何件か断られたけど、うん、なんか動画見て直せるかなと思って連絡しましたと、まあ直したけどね、だからモールドと表面実装のやつはちょっと、うん、まあとにかく一回中の写真を撮って送ってほしいっす、あなるほどね、うん、以上です、あ以上ですか、はいそんな感じで、まあなんかあでも結構いい話だった気がします、本当にいい話だよね、いい話だと思います、なんかまあ修理する前になんかこれ修理出す前に見といてもらえると、あ修理出す前動画、修理出す前動画、うん、エフェクターアンプ編、うん、一応なんか意識してもらえると話がスムーズなんで、うん、これ十分ためになったんじゃないですか、ためになるよね、ためになる、めちゃめちゃためになる、でもそう考えるとさ、うん、やっぱ昔のもんって直せるじゃん、うん、そうだね、だからさっきのファクトマンみたいなのとかさ、うん、その絶対直せるから、うん、その絶対使えなくなるってことがないわけよ、はい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 、そういうなんかものはすごいやっぱいい、まああのこの動画もね iPhone で撮ってますけど、うん、iPhone とかバリバリ交換だもん、ああそう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 、そういうなんか終始ってもう言わないもんだよなんかね、あその時もあれやったかな、2年間かだ保証ついてるんだよね、でそれが1年8ヶ月ぐらいで、うん、あのね俺のあのライトがつきっぱなしだったんだよ、で消せなくなっちゃったんだよ、で何やっても消せなくて再起動しても、でそれでなんか持ってったら、あまだ 2年経ってないですねっつって、1年の8ヶ月ぐらいで新品のものがあったえいいんですかとか言ってあ全然大丈夫です、いやすごいっすね、いやすごい世の中になっちゃうなんかあの TC エレクトロニクスが最近なんかマルチ出したんだよ、もともと TC 自体がもうそんな感じじゃん、そっちの方向性だもんね、で TC のマルチはもう中全部入れ替えられるんだよね、もう側は一致共通になってるから、ね、そう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 ですね、いやうちもそういうふうにしようかな、フルトーンの喜びを思い出せてほしい、いやほんとだよね、フルトーンの喜びを思い出すのが一番だよ、そうだね、はい、ということでアンプエフェクター注意動画、はい、修理前、修理前、アンプエフェクター修理前動画、見てください、ファミでした、よろしくお願いします。